スズル TV。 ズルズル、どうもスズルです。声マジやべえ、ほんとご迷惑をおかけしております。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、前にも言ったあのお店の月1限定行っちゃいます。ドン！東京メトロ有楽町線金目町駅から徒歩5分くらいのところにあります金目の塩さんにお邪魔してます。前にも行ったことのある麺どころ篠原さんの月1限定のお店ですね。今回の限定は鮭白湯そばということで、鮭で取った出汁のラーメンを食べるのは初めてなんでね、早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、金目の塩さん、食券制です。今回はかねてからお目当てだった限定麺9の鮭白湯そば鮭茶漬けセットをチョイス。ワイワイ楽しく話しながら待ってみた。全然ダメだ。こちらが金目の塩さんの鮭白湯そば鮭茶漬けセットです。ほーい。綺麗に整いつつも随所に散りばめられたこだわりが見えてくる。そして提供時に軽く食べ方の説明もしてくれます。前の部分としめじの部分と玉ねぎの部分で本日スープの味わいが異なってますので、はい、楽しみながら食べてください、はい、まずは手前の鮭が強い部分から召し上がりください、はい。それではいただきます。まずは食べ方その1、手前側のスープを飲んでみましょう。おーい、ここが一番鮭の風味が出ているとのことでしたが、まさにその通り。しかしその鮭が主張しすぎることもなく絶妙なバランスで調和されています。では食べ方その2、キノコのアヒージョがかかった部分を飲んでみましょう。ひゅー、さっきとは全く違い、完全にアヒージョ。キノコ自体も抜群にうまくて将来はアデージョになれそう。さあラストのその3は玉ねぎの部分を一口。こちらは人参の甘みに山椒の風味が加わり、まろやかかつ引き締まった味が楽しめます。ではスープだけでもかなり楽しめましたが、いよいよ麺いっちゃいましょう。特注だという平打ち麺を、はい、スープのノヘイ。 1,2,3 で飲んだスープが少しずつ混ざり合い絡んでくるスープは鮭だけでなく様々な旨味も楽しめます。麺自体も絶妙な太さで満足感もあり、このハイスペックさにマッキントッシュも脱帽するでしょう。さてそんな興奮の中、お次に登場するのは鶏チャーシュー。パクリとくらいはただの鶏チャーシューではなく、しっかりグリルされているような味がして気分はもうメリークリスマスてな感じで、キノコを絡めてすすってみたり、玉ねぎは貝割れのアクセントを楽しんでみたりと、後半になるにつれて全てが一体化し深く重厚な味わいになるのを感じながら麺をすすり切ったところで、締めの鮭茶漬けいってみましょう。残ったスープを投入してまずは一口。とほー、出汁の旨味にほぐし鮭の塩気、さらにはあられや玉ねぎの食感も楽しめる最強の鮭茶漬け。これはレンゲを進めざるを得ないでしょう。てなわけでラストはさらにスープを投入してより濃厚になった茶漬けを食らいまくれば本日も完食です。大変美味しくすれました。様々な技巧により味が渋滞することなくチームワークを感じられる一杯でした。それではごちそうさまで。はい、ごちそうさまでした。いやー、金目の塩さんに行ってきたんですけれども、いやー、もう美味しかったですね。てかもうこだわりがすごいですね。スープを飲む場所によってこう味が変わるとか考えないですよね。普通鮭の出汁も臭みなどはなくて、こうソリッドに旨味を感じられる、あのスープ美味しかったですね。後半になるにつれて全体が混ざり合ってさらに美味しくなるんで、ほんと考えられてるなっていった感じですよね。月1限定なので毎回同じメニューが食べられるわけではないんですけど、一期一会で楽しんでみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。それではスズルの公式キャッチフレーズ、金目の塩さん、避けられないうまさや。はい、さあ金目の塩さん、食券制です。いや、これダメでしょ。ワイワイ楽しく話しながら待っていた。全然ダメだ。ワイワイ終わり。